ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。やばいよ、やばいよ。どうしたんだ霊夢？いや、各地で地震が発生しているからやばいと思ったの。なるほどな、確かに各地で地震が発生しているぜ。また、各地で発生している地震をいろいろと注目すると、最近ではある地震について考えられているんだ。ある地震って何なの？それは後ほど解説するぜ。それじゃ、早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。では、各地で発生している地震について見ていこう。よろしく。まずは東北の福島県沖から宮城県沖で、複数の地震が発生しているぜ。やっぱり、東北は地震が多いわね。そうだぜ。それで今回発生している地震は、東日本大震災の原因となった。東北地方太平洋沖地震の震源と、非常に近いことが明らかになっているぜ。じゃあまた昔のような大震災が起きるかもしれないのね。早速非常食の準備をしないといけないわ。おいおい、まだすぐ起きるとは決まってはないんだぜ。もう少し話を聞いてほしいぜ。この地域である福島県沖は、以前からもこういった地震活動が起こっていたんだ。ただし、今回は特に異常で、もしかすると何か異変が起きているかもしれないということだな。なるほどね、そもそもそのあたりは地震がよく起きていたのね。また、今回の異常な活動では、その地震活動が東北へ活動域が徐々に移動しているように、観測されているんだ。ということは、大きな地震が東北太平洋沖地震の震源よりも、もう少し東北で起きる可能性があるのね。あくまでもまだ可能性だけどな。まあ、総合的に考えると、東北沖ではプレートの動きが活発であることは間違いないだろうな。なるほどね。ただし、今回の地震の回数がたまたま増えていただけという可能性もあるわけで、まだ何とも言えないんだ。でも、今後この回数が増えたり、継続して回数を維持しているようなら、かなり高い確率で大きな地震が起きると考えても悪くはなさそうだね。そうだな、現状では異常に増えているから、注意はしておいた方がいいってことだな。なるほどね、東北というとその北は北海道ね。もしかすると、北海道で大規模な地震が起きるかも。知れないわよね、徐々に東北に推移してるなら、北海道もいつか危険になるんじゃないの？そうだな、以前は北海道も小規模な地震が頻発していたんだが、現在はその回数も収まってきて、東北よりかは安全と言えると思うけど、絶対安全とは言えないのが、地震の難しいところではあるんだけどな。なるほどね、結局は要注意ではあるわけね。それで、私は関東にいるから比較的安全だよね？いや、決して安全とは言えないな。え、そんなにヤバいことが起きるの？まあ、日本列島は世界有数の地震大国だからな。つまり、日本中どこにいても危ないってこと？残念ながら、そういうことになるな。そう考えると、海外に行った方がいいのかしら。そこは個人の考え方次第だな。どこが安全とは言えないんだね。確かにそうだけど、確かな地震情報をあらかじめ頭に入れておくことで対策ができるからな。そうだね、じゃあ、今までに紹介した場所以外で、地震に気をつけた方がいい地域をもっと教えてよ。任せてくれ。次に注目してほしいのは、石川県の能登半島だぜ。確か、能登半島は少し前に大きな地震があったね。そうだな、それで、能登半島では地震の回数が例年に比べて多くなっていると言われているぜ。そうなのね、それって、以前に発生した地震が関係しているの？それに関しては何とも言えないな。だけど、以前の地震と同じように、突発的な地震が発生する可能性は否定できないので、十分注意する必要があると思うぜ。わかったわ。次に長崎県立花湾について見ていこう。ほうほう、長崎県ね。長崎県の立花湾では、近年地震が多くなっているんだ。そうだったの、知らなかったわ。まあ、地震の規模が小さいからな。ただ、立花湾に関しても、先ほどの能登半島と同じで、特に大きな地震が発生する可能性は低いけど、突発的な地震には注意が必要だぜ。わかったわ。次に、ある考えを霊夢に紹介していこう。え、なんだろう。それは、東日本大震災によって、日本列島では地震の発生が多くなっているということだぜ。え、それはやばいでしょ。一体どうしてなの？では、具体的にそのことを解説していこう。まず、東日本大震災をもたらした東北地方太平洋沖地震は、実は千年に一度と言われるほどの、ものすごく大きな地震だったんだ。千年に一度、そんなに確率としては低かったのね。津波の大きさも考えると、ものすごいパワーだったのもわかるし、逆に一年に一回あのレベルで来られたら困るわ。となると、千年前にもあの規模の地震が起きたことがあるのかしら？いい質問だな。千年に起きた地震は、869年に起きた貞観地震と呼ばれる地震だぜ。震源としては近いと考えられてるぜ。そうなんだ、ところでいつも思うんだけど、どうやって昔の地震って調べてるの？地震計があるわけでもないし、
不思議だわ。それは見てきたからな。それは無理でしょ。すまない、実は私はタイムマシンを持っているんだ。もういいわよ。すまない、許してくれ。それで、どうやって推定しているかというと、古文書や碑文などから被害を確認して、それを現在の震度の規模に当てはめているんだ。歴史というか、考古学に近いことをしているのね。そういうことだぜ。有名な日本書紀にも地震の記録はあるからな。そんなに昔から地震って起きているのね。それで、今回の貞観地震は、日本三大実録に記録されていた地震の記録から、東北太平洋沖地震に匹敵すると考えられているんだぜ。そうなのね。また千年後に私たちの子孫が、その記録を見るんでしょうね。そう考えると、地球は歴史があるわね。確かにそうだけど、東日本大震災は2万人近い人が犠牲になったわけだし、こういったことが記録として残って、千年後に被災者が少しでも減ってくれることが、今生きる者たちの思いだと私は思うぜ。そうね、それは私もそう思うわ。少し話が脱線してしまったんだが、この東日本大震災によって、日本列島の地震事情が変わってしまったんだ。状況が変わってしまったというのはどういうことなの？わかりやすく言えば、以前よりも地震活動が活発になり、地震が起きる可能性が高くなってしまったということだ。え？高くなってしまったの？残念ながらそういうことになってしまうな。やばすぎるわね。具体的に言うと、地震が多くなってしまう原因は、プレートの動きが大きく関係しているんだ。ほうほう、つまりどういうことなの？具体的に言うと、東日本大震災が発生したことによって、日本が乗っている北米プレート上の地盤を、大きく変えてしまったんだ。地盤が変わるほどの威力だったのね。やばすぎるわ。また、巨大地震によって、日本列島は 5.3 メートルも海側に移動していることが、わかっているんだぜ。5.3 メートルも移動しているの、恐ろしいパワーね。さらに太平洋側の地盤が最大で 1.2 メートルも沈降したんだ。そんなに沈み込んでいるなんて知らなかったわ。まあ、かなり専門的な話だからな。なるほどね。話を進めるけど、東日本大震災のように巨大な地震が発生すると、先ほどのようなことが起きてしまい、その後は、それぞれのプレートの関係が不安定になってしまい、地震が多くなると言われているぜ。なるほどね。だから、最近はあちこちで地震が発生しているのね。まあ、確かに地震は発生しているけど、ここまで私が話した内容は、あくまでも一説に過ぎないので、すべてを鵜呑みにしないでくれよな。うん、それはわかったわ。ただ、先ほどの説では、今から20年間の間にマグニチュード8クラスの地震が、数回発生すると考えられているんだぜ。え、マグニチュード8ってやばいでしょ。そうだな。また、先ほどの内容の数回の1回としては、熊本地震が該当していると言われているな。熊本地震、確かにあったわね。熊本で何回も地震が発生していたから、あの時は驚いたわ。そうだな、あの時の衝撃は今でも忘れないぜ。では、ここまでの話の内容を中心に、日本で発生が危惧されている地震を考えていこう。これまでの話を聞く限り、どんな地震が発生してもおかしくはないような気がするけど、今後はどんな地震が起きるんだろうね。いろいろと考えられるけど、一番発生が危惧されているのは、南海トラフ地震だと思うぜ。確かにそうだね、ニュースとかでも繰り返し話題になっているからね。でも、私ね、南海トラフ地震について詳しく知らないのよね。そうか、では南海トラフ地震の基本的なところから話を進めていこう。それで、南海トラフ地震とは、南海トラフと呼ばれる地域を震源地とする地震のことだぜ。また、南海トラフとは、駿河湾から日向灘沖にかけての海底の溝状の地形を指すんだ。その他にも、トラフとは海溝よりは浅くて幅の広い、海底の溝状の地形のことを指すんだ。そして、フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に潜り込んでいることから、南海トラフが形成されたぜ。なるほどね。単に南海トラフと言っても、詳しく説明するとちゃんと意味があるんだね。そうだぜ。まあ、南海トラフについてもっと専門的に説明するなら、さっきの説明ではまだ足りないけどな。いや、あれくらいで十分だよ。それで、南海トラフはどのようにして発生するの？発生のメカニズムは次の通りだぜ。1、海側のプレート、フィリピン海プレート、ガリク側のプレート、ユーラシアプレートの、下に1年あたり数センチメートルの速度で沈み込む。2、その際、プレートの境界が強く固着し、陸側のプレートが地下に引きずり込まれることで、歪みが蓄積される。3、陸側のプレートが引きずり込みに耐えられなくなり、限界に達して跳ね上がることで、発生する地震が南海トラフ地震なんだ。なるほどね、そういったメカニズムで南海トラフ地震が発生してしまうのね。もっと複雑な理由で南海トラフ地震が発生すると思っていたけど、単純な理由なのね。まあ、地震が発生するメカニズムはそこまで複雑なものは少ない。
しかし、だからこそ地震を食い止めることが難しいんだぜ。確かにそうだね。それで、ニュースとかで言っているけど、南海トラフ地震は過去にも、起きているという話を聞いたことがあるけど、その話は本当なの？本当だぜ。過去には1944年に昭和東南海地震、1946年に昭和南海地震が発生しているんだ。やっぱり、過去に南海トラフ地震は発生しているんだね。そうだぜ。それに過去に南海トラフ地震が発生してから、約70年の月日が経っているので、南海トラフの発生が危惧されているんだ。なるほどね。でも、月日が経てば南海トラフ地震が発生するという考え方は、どこから来ているの？それに関しては色々と説があるけど、一般的には、地震が発生する周期が関係しているんだ。ほうほう、周期ね。具体的に言うと、南海トラフ地震は100年に1回のペースで発生していることが、研究によって明らかになっているんだぜ。100年に1回。なるほどね。だから、前回の南海トラフ地震から70年の月日が経っているから、発生が危惧されているということになるのね。まさにその通りだぜ。また、南海トラフでは、判明している限りで過去に5回の巨大地震が発生しているんだ。そして、発生した5回の地震には、時間的な規則性が確認されているんだぜ。なるほどね。だからさっきマリサは、約100年の周期で南海トラフ地震が発生すると、私に教えてくれたのね。まさにその通りだぜ。それで、南海トラフの規則性は周期だけではないんだ。え、他にもあるの？具体的に言うと、南海トラフで巨大地震が発生すると、地盤が上下することが明らかになっているんだ。そして、この地盤が上下する現象をさらに詳しく調べると、1回の地震で地盤が大きく隆起すると、次の発生する地震までの時間が長いことが明らかになったぜ。これはすごいわね。確かに本当にすごいと思うぜ。まず、地盤の上下変動を年代ごとに見ると、1707年に発生した宝永地震では 1.8 メートル。隆起していることが明らかになっているぜ。1.8 メートルって高いの低いの？南海トラフとしてはかなり高く、現在明らかになっている主な巨大地震の中では、一番隆起したと考えられているぜ。なるほどね。となると、1707年から次の地震が発生するまでに、時間がかかるってことになるわね。その通りだぜ。宝永地震から次の南海トラフ地震が発生したのは、1854年のことだったからな。147年間地震が発生しなかったんだね。そうだぜ。また1854年には 1.2 メートル隆起したと考えられており、その後1946年に地震が発生している。ほうほう、それで、1946年にはどれくらい隆起しているの？ 1.15 メートルだぜ。え、それって、ここまでの解説からすでにわかると思うけど、次の地震までの期間が短いということになるな。そして、過去の地震のデータや地質などの様々なデータを組み合わせて算出されたデータによると、次の南海トラフ地震は、2038年に発生すると考えられているぜ。想像よりもかなり具体的にわかるのね。だからこそ、南海トラフ地震の対策を各県は行っているんだ。なるほどね。規則性とかから考えると、やっぱり南海トラフ地震はすぐそばに迫っているのね。まさにその通りだぜ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。